はい、おはようございます。それでは今から函館朝市行ってきます。今日はですね、朝ごはんに菊代食堂さん行ってみたいと思います。ね、営業中です。ここで食べますか。行きます。はい、どうぞ。あ、ギリギリ空いてた。いいですか。はい、5種でミニで、はい、イクラ、バテ、カニ、エビ、サケ、ウニ、イクラ丼を一つで。失礼いたします。ウニ、イクラ丼です。はい、このまま召し上がってください。はい、エビとホタテにお醤油をつけてください。はい、エビの辛い類になります。岩のりのお味噌汁です。塩水無添加のウニなので少し柔らかめになっております。いただきます。いいの。あと食べてみましょう。うん。いいのかしら。うん。炭火かまど焼き、うん、なんだけど、シャリ、うん、美味しい。美味しい。うん。美味しいわ。ミニとはいえ、ご飯いっぱい入ってるわ。宝石。うん。うん。オクラの味も美味しい。あ、すいません。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでーす。で、ここは何やってんの？イカ焼き。ここでイカ焼き食べれるんだ。暑いね。すごい。花咲ガニ。あ、ここみんなイカ丼に並んでるわ。うん。どっから並んでんのこれ。いいの？これは待ってられん。こんなの1時間1時間もかかる。1時間もかかる。時間計算したら。どうすか。同じだ。1200円で釣って食べる。食べてみていいですか。いい。お金後でいいです。あ、いいんですか。釣り方わかります。え、わかんないです。針がついてるんで、はい、針を耳にこう。お、めっちゃすぐ釣る、はい。すごい。ただお姉さん、はい、気をつけて。あ、はい、炭も。耳にね、かけないとダメみたいな。耳ね。もう足にやるとダメですよね。うん。あ、耳じゃないけど。あ、落ちちゃった、うん、お兄さん、落ちちゃったなんか、かけられる。落ちちゃった。おもう一回もう1回それ、今浮いてるやつでいけ、いけいけいけ、あげろ。あ、ちょっと前に出た方がいいんじゃないマジでこんなに難しいんだ。結構難しい。え、これ意外と難しくない？
結構ね、あのずっとやってる人はずっとやってるよ。1時間くらいやるから。ちょっとかかって、そろそろ。あ、やべ。はい、置いて、置いて、置いて、あ、すごい、カリッカリッ。 OK、 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 あげろ、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  OK、 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここ持つと、はい、写真撮れます。はい、はい、OK、 OK、 あー、いや、結構難しい。じゃあ、中でね、はい、まだ奥のお席。はい。さつイカ刺しでございます。ですね、こちらあっさりこのまま生姜醤油でも食べれます、はい、あとこれ肝醤油といいまして、はい、ここにあの輪切りになっている肝ありますので、はい、それを1つか2つ入れて、はい、それに生姜とお醤油を少し入れてですね、はい、ブラックニカハイボールとハイボール本を1つ、はいはい、肝醤油をちょっと作ってみよう、うん、新鮮な肝、うん、1個か2個か2個入れてみようかな。お醤油はどれですか？これかな？はい、コリコリ、これはやばいわ。これ食べたら、この肝醤油がめっちゃうまいわ。なんか、ふにゃってならないっていうか、立ってる。こんなに量あるんだね。うん、結構本当だよね。動いてる、ちょっと違うか。動いてんじゃん。動いてるよね、うん、もう動いてね。ちょっと動いてるよね。動いてる、うん、ごちそうさまです。干してあるの？干してる、これ何？なんでよね。願掛けかなんかなのかな。ホテルチェックアウトしました。それではですね、ちょっと函館市内を、散策したいと思いますが、ちょっと暑さ対策ということで帽子かぶっていこうかな。レッツゴー。まあまあまあ、めっちゃ天気いいね。ここは20軒坂ですね。昨日も行った。元井坂公会堂が正面に見える。あ、イギリスのマークがついてます。行ってみますか、うん。ジャックを掲げて、
へぇ、マジでいいのこれ。いいんじゃない。うん、公会堂って、あ、この階段登ればいいのね。ここ函館奉行所が元あったとこなんじゃない。移設、移転されたんだ。ほら、もともと函館奉行所ここにあったんだよ。旧北海道庁函館市長庁舎、緑の建物です。あ、そこか。大広間で涼む。あ、うん、なんかこういう格好をしながら撮影もできますよ。邪魔くさいね。できますよっていうことで。あ、ここか。これかな。あ、違うかな。もうちょっと奥。奥？これじゃない？それがもうそうなの。うん。今日はね、お休みのはずなんだよね。水曜日が。いや、ちょっとこれ北海道に、北海道の建物とは思えないね、建物だもんね。なかなかこれを維持してるっていうのが、うん、今日、昨日今日とね、残念ながらお休みなんです。素晴らしい松がね、これだって聖ヨハネ教会。こっちから、うん、さっきのね、うん、すごい形してるよね。ねえ、おお、いいね。すごいなんか青空に映えるね、教会って。爽やか、色合いが涼しげ。こういう感じね。うん、鳥肌がすごかったと。鳥肌すごいですね、ここ。霊感とかじゃなくてでしょ。うん、あの礼拝堂みたいなとこ入ったら、うん、鳥肌続々。今治ってたから治ったけど、こんなの初めてだ。すごいね。びっくりした。第三坂スロープ。
ここ、はい、カトリック元町教会です。こちらはイギリスの教会。坂からこう見える海。はい、では今日はここで函館塩ラーメン食べたいと思います。サイエンさん行こう。茹で上がったねこれからなんだっけ、ラーメン来るのサラメンやんけど、まかかんないかもしれない。塩ラーメン一つと、はい、ゼニラーメンの塩を作ってください。はい、どうぞ。ジェラートなんだ、ソフトクリームじゃないの、うん、ごまがかかってる、ごまなんだそれ、うん、めっちゃごまパン、すごいわ、美味しい。はい、じゃあ函館を出発してこれからトラピスト修道院に行きたいと思います。いや函館見応えあったね、すごかったね、真夏の思い出。はい、泊まった JR 院、函館 JR 院さんもあります。いろいろ楽しめました函館、ありがとうございます。すごいサイズの豪華客船が見えます。これ見えないかな、お、あー、でも遠くの方にね、これだとめっちゃやばいよ、肉眼で見たら。これ明日筋肉痛だわ。天に続く道みたいな。
道の駅みそぎの里木古内にやってきました。こちらは JR 木古内駅、新幹線の止まる駅。すごい立派だね。立派だね。あ、そうなんだ。なにこれ、これで1000円なの。これで400円でしょ、して一束。え、これ500円だ。550円だってトマト。うん、安すぎる。すごいね。これで550円だってこのたらこさ、うん、完全に無着色でさ、塩のみで、こんないいのあるんだ。山みたいな感じになってきた。